だからもうおかしいなと思って、一応釣りには入ってましたよ、動画上。あ、多分途切れたのかな。途切れてな約ければ、多束分を前お選半びだくから、だ多さ分い。初日だから入ってたでしょ。選択しない場合、余っている約束が913だったランの。ダムで振り分けられます。どっちかというとあな13た寄りのだっ役たの。職グはレーセットしないから。村人です。探す気ないから。夜が更けました。9番は一応人話狼してにたけ気をど、つけてください。霊能が一覚したらその人に喧嘩を売るっていうスタイルはね、間違ってると思う。それはまあ今回ので分かってくれれば。9番ずった理由は述べてる。5番が真かなと思って、3番黒出るだろうなと思って。こんなほっとけば大丈夫かなと思ったら、普通に3番死んだと思って神に言ったのね。でもほんと騎士のニグッジョブがありがたかったわ。俺も霊、占い精査ね、こう2回外してるからね、ダメだね。夜が明けました。ちょっとさすがに、ダメ昨だ夜ね。は今回誰目もを死覚にまませさなんでけしれば。た。発言ターンに入ります。ちょっとね、8さっきの番試合は話あんのまりプ聞いてレイなかっヤーたがからね、発言話を。します。その前の試合は完全にやられた。はい、8番です。村人陣営お願いします。そうですね。私は、そうですね。何言おうかな。進行論。まあ、白黒ちゃんと理由つけてっていうのと、まあ、どういう人を黒いって見るかっていうと、まあ、理由言わない人とかもそうなんですけど、不当な殴りをする人、なんか理由を言わないとか、あとは捏造したりとか、そういう人は黒く見ますね。あとは嫌いなのは村スラとかですね。なんか村売りがあったらいいんじゃない、なんかその考えは頭が固いみたいな言われる時があるんですけど、なんだろうな。村スラっていうのは、普通に盤面が濁っちゃうと思うんで、私は全然好きじゃないですってことを言っておきます。まあ、2周目頑張って怪しいちゃんあげれたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。9番のプレイヤーが発言します。よしよし、よしよし。あ、八幡さんに関しては特に何もないっすね。思ったことは。俺は村スラと潜伏とかに関しては別になんか、まあ、なんつうんだろう。思ったことがあってやるわけだから、本人は。目的があってね。その明確な目的とかによって白黒つければいいかなと思ってます。やったからって白黒つけようとは思いません。あとはなんだろうな。ああ、把握漏れとかですかね。把握漏れとかで、無理やり叩いてくるイメージがありますね、人外ってのは。村人は正直なこと言ってて、で、狼って嘘つくから、まあ、いずれボロ出るんじゃないですか。俺は一周目に出てほしいはずですね、占い師も霊媒師も。なんか精査したのが霊媒師だったら無駄になると思ってるんで。だったら、グレーの精査を一秒でも多く言った方がいいかなって思います。以上です。1番のプレイヤーが発言します。なんか9番さんが8に対して印象がないって言った後に、なんかポロポロって意外に8に対しての印象が出てきたのが、なんとも言えないな。でも9番さんってなんか CEO するための役職って持ってないんだろうなって思ってしまった。一瞬で潜伏しないでほしいみたいな。どうだろう。で、私はね、ムラスラがあんまり好きではないんだよね。そのムラスラについての精査する時間が無駄だと思っているから、普通に議論を進めた方がいいと思ってる。から、まあ、進行論って言ったら、8の方がいいなって思った。でも、まあ、9が8について印象ないって言うんだったら、印象ないまま普通に自分の進行論を述べればいいだけだと思ったから、印象ないって言った後に8に触れに行ったのは、ちょっといい点かなって思ったかな。進行論では8の方が共感できるが、精査の姿勢が9の方が村っぽいかなって思ったくらい。紙とペン使うといいと思います。2番のプレイヤーが発言します。話を聞かないや、わかんないけど、891が村なような予感がしてるっていう。あ、村要素もあって人が要素もあるって感じか。9番だと、スラを許容するっていうのは村要素な気がするが。8だったら、進行論ね。そうはな、のとか言ってたけど。まあ、ネックなのは、8番自体のその不当な精査っていうのの精査がずれてると、村の人つる可能性があるっていう。そうじゃないけど不当だと思い込むと。1番に関しては、9番をの精査を村だと思う姿勢ってのが村のような気がするっていうか、それぞれあるね。困ったね。村の感じもするし、陣内の感じも若干あるっていう感じで。2周目聞きたいですね。SG1 の村人を残して、
アクロを釣りたいです。まあ、あの、村人陣営を残して、狼釣りたいですってことですね。要約すると。まあ、スラ全般はいらないし、柱もいらないし、あ、役すかしもやめましょう。ちょっと2周目聞きます。3番のプレイヤーが発言します。ああ、おはようございます。おはようございます。そうですね。まあなんか、ちょっと1周目に出るのかちょっと迷ったんですけど、占い師で5番さんが白ですね。まあ一応なんか9番さんに盤面を1周目にしてほしいって言われたんで出ますね。うん、5白ですね。はい、お願いします。で、8912発言なんですけど、僕もまああんまり8番に関しては印象はないんですけど、ムラスラが嫌いっていうことで、81がまあムラスラ嫌い陣営。9番さんは、まあしてもいいよ。ムラリがあるならっていう感じで。で、僕も1番さんと同様、9番さんの、なんだろう、姿勢っていうのは結構村人感情だなと思ったから、うん、まあ9番さんが一番今のところ印象いいかなと思って、2番さんも891、村人感情もあるが、なんだろう、特に今のところわからないっていうのも2番さんの言ってることも結構わかるなと思ってて、なんだろう、現状1周目のこの4人の発言聞いても、なんかわかんないんですけど、まあ、誰が C って印象がいいかなっていうのだったら9番かなって感じですね。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうですね。なんか基本的になんですけど、9番さんってもうなんか人狼からも白置かれた人だなって思ってるから、なんか普通に白置きしちゃいました、俺も。うん。9が1、2、3って全員から白置きされてるんですよ。白だと思いますよ。うん。なんか俺9の、なんか白要素って発言からは別に聞き取れないじゃないですか。なのにもかかわらず、あの白を言ってるんですよ、みんなが。9白だと思います。まあ8番さんに関してはまあ元気だなっていう印象で、まあ1番さんに関しては9印象いい8。じゃあ、なるほどね。で、2番さんが、まあ全員村印象がついたっていう感じで言ってたのか。うん、なんか2番さんがあんまり狼っぽくはないなって思いました。黒塗りする準備を全然してないなって感じました。うん。2級がちょっと白いくらい。以上。5番のプレイヤーが発言します。いや、まあ、とりあえず、まあ、1番さん村かなって思ってて、1番っていうのはなんか9番の発言が気になったけど、でも、8級だったら村っぽいのは9っていう精査を落として、そのなんて言うんだろうな、ジレンマっていうのを抱えている1番ってのは、限りなく俺は村っぽいかなって思ってるかな。で、4番って何視点で喋ってんのかなって思ったんだけど、9番がみんな白く見るからって意味わかんないなって思ったから、4番の視点が俺はちょっと違うなって思ったから、まあ4番かな、釣りたいな。で、2番ってのは8、9、1、村っぽい、狼っぽくはないけど、でも人外要素があるって言ってなかった。何言ってんのかなって思ったかな。まあ、釣り位置だったら4、2の順でいいんじゃないですか。まあ、3番さんはどうかな。まあ、うん、いいんじゃないですか。あの、まだ1人なんで。まあ、人外要素ってのは拾ってないっすね。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い4しろね。で、この位置なんで、まあ、7番がもし、霊能もしくは騎士だったら、あ、まあ、騎士だったら2周目でいいのかどうか。霊能だったら7番は1周目で来てほしい。騎士の人はあの8番の位置で出てきてほしいかな。クレイズリーになる確率高いからね。22だったら1回俺の位置まで待ってほしいかな。で、対抗3番は老虚どっちもあって、ただ3の要素の利用がおかしくて、現状9番が一番白いって言ってたんだけど、俺はそう思ってなくて、2番が一番白いかなと思っている。うん、ただその3番の発言で9白いっつってて、2番にあんまり触れてないことから、2、3ってあんま見えづらいかなとか思ったり、いろいろ考えたりしてます。グレーだったら2番は絶対釣りたくないですね。1番精査する意欲持ってるから。で、5番に関しても2、4つってて、まあ4白先で俺2印象いいと思ってるから、5番もちょっと話が合わないなと思ってる。9を1番印象いいって、それどういうことって思ったけど。7番のプレイヤーが発言します。ポジってことで、そうね、俺4番が怪しいと思ったんだよね。それを指摘した5番が、うん、白くて、3が仮に偽でも、うん、囲われてないんじゃないかなと思ったところで、6番出て、4に白、うん。俺は6の方が偽目に見るなって感じ。スライドとかあんのかな。なければもう6の方がちょっとかなり黒く見てない。8、9、1に関してはもう2周目だよね。
誰が印象いいなんて、印象はね、悪い人いなかったって感じ。これ、ヘイト解体わけじゃなくて、マジで発言で視力をつけられたのかなって逆に思っちゃう、ね。で、2周目で、これで LINE が見えるのかなと思うんで、2周目の発言期待してます。8番のプレイヤーが発言します。はい、1番お願いします。3番さんがレースラ、4番さんが急しろ。はぁ、なるほど。ってことは、5番さん目線、4番さんは強靭ってことなのか。難しい。私も、違うわ、5番じゃないわ、6番、ん ?6 番さん目線が4番さん強靭だね。私が視点が合うなと思ったのが5番さん、7番さんなんですよね。怪しいと思ってるのが4番さんと2番さんで、4番さんはなんか9番さんがみんなから白置かれてるから、発言からは白見れないけど、白だと思うっていうのが、意味がわからなかったんですよ、4番さんに関しては。で、4番さん占いで潜伏したんでしょ。なんで3番さんが出てる時点で潜伏したんだろう。あ、でもあれか、そういうこと？発言から急白見えれないけど、急白刺さってるから白いって言いたかったんか。いや、難しい。その視点がちょっと汲み取れなくて。で、2番さんに関しては、なんだろう。891は村な予感がする。でも人外の予感もするって。いや、それはそうじゃんって思ったし、進行論で村人残して狼するって言ってて、ね、当たり前のことばっかり言ってんじゃんみたいな思って、2番さんが結局何を言いたいのかっていうのがあんまりわからなかったんですよね。で、現状4番さん、6番です。6番さんとも視点が合わなかったんですよね、その面で。占いはフラットで見てますね。以上。9番のプレイヤーが発言します。あ、ウィス。ウィス。8番さんでいいなと思ったのは、4番さんがなんで潜伏したんだろうってところですね。俺も思いました。はい。なんか俺を白く見てるなら、なんだろう。なんか一周目で出てきてくれてもいいんじゃないかなって思ってたけど、なんだろうな。あ、でもそっか、俺に白刺さってるからこそ白、なんかよ、まあ、その点だけで4が偽で見えるんですけど、6の白先なんで、はい。なんだろう。なんかまあ4を釣ったところで、4を偽目で見て4を釣ったところで白しか見えないから、霊媒師が生きてるうちには黒を見つけたいっすよね。なんか5番さんが白じゃないってなると結構、締めんのかな。5、4、ロー、ローには見えないしね。4、強人、5、ロー、どうなんだろう。わかんなくなってきたよ。わかんなくなってきた。なんか、みんな、ヘイト管理ばっかしてて、わからない。旧白しか言われてないんだもん。わかんないっす。3が5に出してて、それで4を叩く。ああ、4強人を、6強人、本心。いや、難しいっすね。とりあえずグレーに。あ、なんか心境が出てきそうな感覚っすけどね。うん。あ、でも4の出るタイミング的に、どうなんだろう。なんか全然精査進まない2周目。すいません。僕は5に行きたいです。はい。1番のプレイヤーが発言します。9番さんって4のシーンをあんま追っていなくて、ないかっていうね。なのに5行きたいんだ。なんか5って1番4番を叩いた人間だから、4を偽で見るんだったら5ってあんま釣り位置に上がんないと思ってたんだけど、今日3視点5なんだ。そっか、なんかちょっと変だな。なんか4番さんが1周目に9が白いって言って、9を白って言ってる人外が他にもいるって言ってて、なんかそれから狼位置を探そうとしなかったのが結構怪しいなって思った。3、2、1で誰が黒いとか言えばいいのに、なんか伸ばさないのがなんだろうってちょっと思ってたくらい。もう占い師で9白ならそうですかって感じ。どこで黒見てるんですかって感じです。なんか8番さん視点で7が白くなるのがちょっと違和感だったな。だって7番さんって、1、9、8は1周目のじゃ精査できない。2周目頑張りますしか言ってないのに、8番さんってなので白を拾えるのかなって、私はあんまり分かんなかったな。で、私ってできる限り9は、発言が村っぽい。で、8は進行論が村っぽいっていう風に
結構頑張って精査伸ばした方だと思ってるから、7番視点で私のこと精査しようとしないんなら、なんかそんな精査する意欲がないんですねって思っちゃうから、あんま村では見えてないんだよね。だから、8が7を知るって言ったのがめっちゃ違和感だったな。むず。どうだろう、私はあんま5は行くべきじゃないと思うから、7、8のどっちかでいいんじゃないかな。ああ、2忘れた。ああ。7、8で。2番のプレイヤーが発言します。うん、7、5でいいんじゃない ?7 時点で5。7はもうわかんない。私の4番するとかって言ってグルセットしたかっていう記憶がある6なのかもしれないし。点で6、5。ただ5番は1番のジレンマって話をしてるのは、あ、若干、プラスなんだけど。俺は別にいいんだけど、4番を村で置けない姿勢ってなんだろうっていう、57に言いたいんだけど。あんなのもう村じゃん。うん。4番どれだけ9番を白置きしてんのっていう。人外でできないでしょ、あんなの。あれをなぜ村で追えないんだろうって不思議な1点なんだよ、57が。だから8について言ってんじゃん。8番が、お前は俺に対する、あ、8番の言葉を書いても不当な叩きをしてるんだよ。自分自身の精査がミスってんだよ。うん。だから人外になり得るでしょ。うん。1番だったらね、ちょっと分かりにくい部分がある。まあ、分かる部分もあるけど、分かりにくい、なんか、伝えるところがちょっと苦手そうな感じ。あ、でも、言いたいことは分かったよ。言いたいことは。7と8押す理由っていうのは、5は行きたくないっていう理由は、うん。ちょっと分からない部分もある人なんだろうなっていう。人外、それで人外に見られるかもしれない。うん。要素はあるんだって。村でも人外でも。うん。っていうとこだね。それをバッサリ切った5番どうなんだろうと思うけど、4人を怪しんでる視点。片白で油断したのか。まあ、4番に票合わすわ。それとも7なのか。うん。片白の4番釣ろうとした。とりあえず4番を人外と見てる5番、7番の感覚がわかんないから7個。4番に票合わすわ。以上。3番のプレイヤーが発言します。4番に票合わすっていうのがちょっとよくわかんないですね。じゃ6番のことを偽で見てるってことかな。まあ、4番はマックス強だから別に合わせるのも別にいいんですけど。なんだろうな。なんか57って対立してないじゃないですか。だからあんまり57っていうところに欄を入れたくないんだが、僕も結構7番釣りたいかなっていう感じなんですよね。でも5と7って2を釣りたいんですよね。4と2が怪しいって言って。そこに対して5番、7番っていうのは5番のことが白い。白いっていうか、言ってることはわかる。同じだからって。まあ、57なんでいいかな。57なんで、占い師は1、2かなって感じですね。57なんで、占い師は1、2。まあ、占い師は自分の好きなとこ占っていいんですけど、僕は1、2を占うことが一番いいかなと思ってるですね。でもし57で、黒が見えたとき、で、2は結構白くなるのかなっていう感じですけど、なんか、心境で、25、27とかは絶対ないかなっていう感じですね。だから一番要素落ちるのは7番かな。で、7番が白だった時っていうのは、1番と2番っていうのが結構黒い位置に上がってくるのかなっていう感じなんで、まあ、別に7、5なんで、まあ、僕は7番の方が要素は落ちるかなと思ってますね。7番が村だったら申し訳ないですね。もし7、5に騎士がいるんだったら、もう今日出てくださいって感じですね。はい。じゃあ、4番さんに回します。9番はなんか、あとね、4番が強靭だったら3信用目で、白もらってる段階出てくるかなって、そこはちょっと意外。4番のプレイヤーが発言します。なんか潜伏した理由って言われたんですけど、なんかね、3番さんがなんかあんま信用取る気ない動きしてて、なんか5白打ったんですけど、なんかとりあえず、まあだから、なんかスラとかあるかなって思って、結果こういう風になってるんで、とりあえず様子見たくて、で、なんか、裏から対抗出ていく可能性も全然あるなと思って、一旦潜伏して、まあ、9の白を押してたんで、まあ、9番さんが白いっていうことは、布石は打っといて、まあ、一応、まあ、なんか、3仕様になっても、一応2戦目で、一番2戦目で終われないような動きはしてた感じかな。あ、まあ、なんか、ぶっちゃけ霊能のなんか、57のランって言ったから、別に、まあ、飲むんですけど、まあ仕方ないよね。まあ2番さんが俺に合わすって言ったけど、霊能者に合わせてもらえばいいかなって思ってて。でもなんか対抗ほぼ強靭かなって思ってて、なんか狼だった場合ってあの
状況で俺に白がなんかないなって思っちゃうから。でも6分陣ロジックで考えた場合、なんかまあ5っていうのはほぼ村一で、なんか5の俺の殴りはまあまあまっとうだったかなって思ってるから、57で言ったら必然的に俺7位投票するしかなくなっちゃうんだけど、うん、なんかそれで言ったら一番今日釣りたかったのって俺は8番さんあたりかなって思っちゃったかな。うんうん、ここも8番さんがもうなんかめっちゃなんかね全部なんか弾かれてるみたいな感じになってるから8落としたかったけど、57対7になっちゃいそう俺の中では。5番のプレイヤーが発言します。あのごめんけどこの盤面は2釣りしかないですね、申し訳ないけど。2番さんってさ、あの4番を白く見れない視点が謎だって言ってるんだけど、2番って4番を白く見る視点の理由を言ってないよね。なぜ4番を白く見るかも言ってないのに57叩きでしょ。でもっと言うんだったらば、4番を白く見れてない視点って8番も一緒だよ。でもっと言うんだったらば、2番って5番はジレンマがどうのこうのっていう視点で俺を白く評価してくれてんでしょ。だったら7、8じゃないの。で2番がやってることって明らかにおかしくて、4番ってマックス強靭で、2番視点って4を死んでおくんだったら5、6ローロを追ってるってこと。6番って初日の時点で5番とは視点が全く合わないって言ってることから、5、6ローロってキャンセルされるんじゃないの、2番視点って。されないにしても今日って俺じゃないんじゃないの、7か8じゃないの、2番視点って。2釣りしか絶対に飲まない俺は。2番がやってることって、あの4番を死んでおいて、4番が死んだとしたら、占い師から除外されることだから。だから2番しかないと思っているかな。まあ1番さんもちょっと初日の時点で俺白いなって思ったけど、でも今日の釣り位置が甘いかなって思ったのもあるかな。で7番っていうのも、5番と視点が合うって言って、で4番は、4番は怪しく思うって言ってたけど、5番に乗っかったのはいいけど、その理由提出できなかったのはちょっと、どうかなって思ったけど、ちょっと2番がやってることっておかしすぎるから、矛盾してるもん。だから俺2釣りしかない。絶対に2釣りね。で、6番さんは、あの、9占いでいいよ。9番って4-5ローローとか言ってるから。ありえないから4-5ローローって。6番のプレイヤーが発言します。5番が今さっき最後に6番さんはつったら気になったから。でもまあ、多分5番白かなと思った。はい。それが明け。で、4番自分で言ってるけど、3のスライドが透けたから潜伏しましたって言っちゃったよね。で、なんだろう。なおかつ、新占いだった時に、潜伏した時にやることって、自分の篠先がの2周目の動きを見てから、頭出すんですよね。言ってること分かりますか？例えば、4番の今回のね、ゲームの、このマッチの目線だと、4番潜伏して3抜が出ていて、3番が連鎖して、2周目に入って、篠先の9番が、例えば、やべえ、3番スライドして、6番だけになっちゃったって言って、もし9番が出てきて、その後に4番が出てきた場合って、9番が強靭で仕事してるんだなっていうのが4番目線わかるから、そこまで待たないといけないんですよね。ただ2周目入った瞬間に3番のスライド透けていたから出てきましたっていうのは、ちゃんとなんていうのかな、知らない目線じゃないなと思って、考えればわかることだと思ってますね。はい。2番が4番を死んで見る目線っていうのも、まあなんだろう。2番がローで、何それ言うのかなとか、あんま思えなかったな。だってもう別に俺のクロス上げるわけでもなく、4シーン前提で話してるような話し方だから、もう村人な感じしました、2番さんはね。でも5もないから、781、7の発言聞き次第、781に入れちゃいますね。7ふわふわしすぎ。7番。のプレイヤーが発言します。ふわふわしすぎ？いや、俺だけだよ。6が2戦目に見て、3を新目に見るって言ったの、3が。スライドする前ね。で、5番が、目線がいいって言ったのは、4の発言の仕方が、村目線っていうか、なんだろう。何か役職を持ってないとおかしい目線だったの、発言の仕方が。で、まだ、俺の時点ではね、うん、4は占い使用してないわけよ。役職がないとおかしい発言の仕方をしてたわけ。9番に白いって言ったり。俺目線から言ったら8、9、1、2なんか差つけられなかったの。で、案の定まあ役があったからいいわけで。
俺は全くそこしてないよ。一番はっきりしたこと言ってるよ。うん、5番、俺がその理由ね。うん、これで分かったと思う。俺はまあ1、2どっちかかなとは思ってる。なんで5番を目線合ってるんで2言えるかな。なんで5番にみんな持っていくのか全く分からない。その理由をちゃんと説明してほしいな。俺が一番はっきりしたことを言っている。まあ、8番が俺への便乗位置って、捉えるんだったら8言ってもいいけど、俺目線自分が白いの分かってるんで、それに乗っかってる8番は白、なんとこは白く見てる。まあ、1、2どっちかだと思うけどね。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠か。変な試合だよね。6番の方がし、俺も村と覚えて、4番はどうかっていう立場で。8以上いんのかね。まあ、とりあえず俺釣られてもいつものように遺言残さないで、まあ、感染していくからね。危ないって。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番、7番の遺言を発表してください。俺のエンドポジなんて占いポジだと思うんだよね。俺に入れてきたのが1,2,3,4が役職も違う。二人とも入れてきちゃったってことね。あとね、役がないっていうのはね、7番は役ないのは確定だからってのも。4番なんて俺に入れる必要ないよね。役職本って大事だからね。占えばいいだけだよね。8,9,1に行くわけにいかないんだよね。8,9とかと。ってことは6が。8の騎士かもしれないし。本物ってことか。5番とかも流れないし、7には多分役ないのはわかるからね。そうすると4球取らざるを得ないわ、これ。ラインもあんのかな。村かもしんないけど、俺はもう5、白、置きしてるんで。っていうか、どうなんだろう、これ、占い。まあ、これ2連続外してるから、3番の6が決めたらいいんじゃないかな。なぜ6番はひたすら俺の村で置くんだろう。俺の白結果がね、見えると思うんで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、4番のプレイヤーが発言します。はい。俺、6番さん目線強靭なんですけど、2番さん、6番さんが2しろって言った後に俺、強靭だったら2しろって重ねちゃいましたね。隠しを作っちゃいました。狼陣営にとって利敵ですね。はい。俺そんなことしないんで。はい。2を占った理由って、なんか5番さんの視点を詰めてあげたいなとりあえず思ったんですけど、なんか霊媒噛まれてるのがなんか、7で黒落ちてんのかな、わかんないな、これ。別になんか、なんか俺は6を強靭だと思ってるから、なんか狼目線って別なんか心眼つかなくてもなんか俺か6番噛めばよくねって思うから、7の黒あんのかな、ワンちゃん。まあ別なんかそこら辺考えなくてよくて。まあ5番さんの処理をどうするかなんですけど、2が隠し色になった現状ね。まあなんか2番さんが最終発言だから進行を取ってもらえばよくて。まあ基本的に落としたい位置があったら別、もう俺は乗りますよっていう感じなんだけど。だけどぶっちゃけやっぱ俺8番さんついたかったんですね、昨日は。ああ、難しいな。ちょっと7に入れてると、1,4,2,3でしょ。てか、なんか、2白だったから、多分7、5に狼いますよね、これ普通に。5が狼じゃなかったら、多分7で落ちてる感じ。なんか、めちゃめちゃするんだけど、俺。昨日、で、1が狼じゃなかった場合って、7に入れてるんだけど、7,4,2,3って。全員白じゃん。5番のプレイヤーが発言します。6番さんって昨日2番さん白置きって言ってなかった。
なんで2番さん占ったの ?6 番さんって。6番さんって初週、1週目、2週目ともに2番さんしろって言ってるけど、その理由って何?まず、これ今回説明してもらっていいですか ?6 番さん。なんで2番さんを白く思ったのか。で、なんで占ったのか。2番、6番視点って1週目も2週目も2番さん白く映ったんだったら、俺占い師じゃないの。違うのかな。で、7番黒軸だと、多分だけど8かなって思ってて、8番ってなんで2番さんに入れたのかなって思うんだけど。8番って7が狼だからこそ、ワンチャン集まる2に入れたのかなって思ったんだけど、8番視点が、8番視点なぜ2番に、2番に投票したのか教えてほしいかな。俺は2番さんが黒と思った理由は言ってるんだけど、8番はなんで入れたのかなって思ったかな。まあ多分だけども、どうでもいいと思うんだけど、2番さん狩りじゃないのこれ。霊能守られてないって多分だけど、2番が狩りなんじゃないのどうでもいいんだけどさ。まあ俺は、6行くかな。6行く理由は、初週と2週目で、初週は2と4を白浮きした理由も謎だし、2週目も2を白浮きしたのにもかかわらず2を占ったのが謎かな。6番視点って絶対に俺が黒く映る位置だと思うんだよね。2をそんなに白く置いてるんだったら。だから6、7、もしくは6強だったら7、8ローローなんじゃない ?6 番さんいきますね。6番のプレイヤーが発言します。いや別に5番さん黒く映んないんですよ。だって自分で言ってたけど、1周目は4番白持ってて4番潜伏してて、1周目の段階は2、4が白に見えていて、5番が4を叩いていて、一周目なんつってたっけな、5番。9を印象に言ってたんだよね。それって違くて、4番俺白先、4番の白を持っているから、それを叩いてる5番、ちょっと違うよって言ってるの。プラス、グレーの中だったら2番の方が一番、グレー精査する意欲あったから、9よりも2の方が印象よくなんじゃないのって突っ込んだだけで。でも2周目、2周目ね、あれよね。5番、2号を白いっつって、5番なんで白いっつったんだっけな。5番のどっかの要素で、要素取って5番のこと白いっつったんやけど、それは普通に忘れちゃいました。すいません。で、騎士の方出てほしいんですけど、3番守れてない時点で出るべきだと思ってて、そしたらもう、ほぼ、あれじゃない、勝ち確じゃないかなとか思ってるんですけど、出ないんですね。ただ、7は多分、ロード落ちてんのかなとか思うんですけど、ただ、ロード落ちてて、相方がね、3番噛みに行く。それって結構リスクあるんじゃないのかなと思ってて、7が白に落ちていて、7が黒で落ちていて3噛みで、普通、デフォルトだと、セオリーか。セオリーだと3守られるから、3守られてもいいって、いいと考えると、7白なのかなって、普通ならない。ならないですか。今日俺全然飲みません。8番。のプレイヤーが発言します。私が2番さんに入れた理由は1周目の5番さん7番さんの発言聞いて、私は2周目5番さん7番さんと視点が合うって言ったんですよ。そしたら霊能さんが57ランって言うからどうしようってなったんですけど、私1周目で怪しんでたのが4番さんと2番さんだったんですね。でその点で6番さんとも視点が合わなくなって、占いは分かんない。で、2番さんの、1周目の言ってることがよく分からなかった。2周目も結局4に票合わすわって言ってて、どういうことやねんって思ったから、やっぱり57よりは2に行きたいと思ったんで、私は2に入れました。これは私間違ってんのかな?人外側の考え方してるかな?ちょっと難しいんですけど、その4番さんが、いや、俺、強靭、6番さんから白出されてますけど、強靭だったら、2に白重ねないですよって、なんか、それ自分で言ったら、なんか、なんだろう。なんか、ね、ちょっと、下がっちゃう。確かにその通りなんですけどって思った。6番さんっていうのは、1周目、2番さんが白いって言ってて、2周目は5番さんが白いって言ってたんですよね。で、2周目は2番さんが白くなくなって、たわけでもないんか。6番さんっていうのは781のどっかから釣りたいって言ってたから、6番さんの2占いっていうのは確かにおかしい。ちょっと迷いますけど、6、9番
のプレイヤーが発言します。あ、俺5番さん行きたいですけどね。なんか昨日2周目でなんだっけ、9が5、4、ローローで見てるっていう発言したと思うんですけど、僕全くしてないですね。4番さんが偽の場合は強人目だから、4番が偽でも今日はいけないなって、ローを落とすべきだって霊媒師が言ってるうちにはって言ったつもりなんですけど、なんか白漏れひどいっすね。でも6番さんは5番さん怪しく見てないで、なんか5番さんってなんか5番さんが明確に2番さんを釣りたいってめちゃくちゃ言ったと思っていて、それに8番さん合わせてくれたのにもかかわらず、今度は8番にヘイトを向け出した。でも自分に名前がかからないようにしてる狼にしか見えないですね。で、6番さんも騎士出してほしいとか言ってたんですけど、霊神が入ってない時点であなたにあの護衛が入ってる可能性があるから、なんだろう、なんつうんだ、グッチョブ起きない可能性も考えないのかなって思ってて、なんか5、6人外に見えるんですけど、まあでも色違いかなって、ローと強とかかなって思ってます。はい、難しいっすね。5番に行きたいんですけど、2番さんはどうですかね。難しいっす。2番さんが決めればいいと思いますけど、僕は5番さんに行きたいです、現状は。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。そうだね、9番さんは4号がつながるからってわけじゃなくて、単体で5が釣りたいって昨日は言ってたね。なんか5番さんが6番の二占いが納得できない理由は聞くけどって言った後に、結果的に俺は6投票するって言って、なんか6の話聞く気がないんだなってすごい思っちゃった。なんか占い理由がわからないから釣るって言って、6の発言聞いて考え直しますっていう風に発言しないんだなって思っちゃったかな。だから5が6を釣りたいだけの人に見えてしまったから、微妙。5視点で4強人がスキルとしたら9囲いでしょ。5級ロールには見えないんだよな、微妙だな。なんで5が6釣りをすんだ。申し訳ない、精査伸びね。ただ5が6の話聞く気ないのがめっちゃ謎だったな。6がマックス人狼もあるんだもんね。でも6と繋がれててないと思ってるんだよな。あ、でもそうだよ。9、あ、そうだよ。9ゾーンでも。8も6の新規で釣りたいって言ってんでしょ。だから普通に占いが新規で出てると思ってる。あ、だから何なんだって話だよね。どうしよう。5が引っかかります。なんで、オートで9が村っぽいってなって、4が新っぽいってなんのかな。でもなぁ。2番のプレイヤーが発言します。まあもういいんじゃないですか、6で。で、4番が、守られ、占い、5、8占えばいいんじゃないですか、もう。もう7黒想定でもういいんじゃないですか、もう。しょうがないので、もう。もうこういう時代なんでね。まあ5番もね、騎士出ろ、騎士出ろって。狼かもしれないね。6番も騎士出ろ、騎士出ろって。陣内はよく言うよね。出なくていいじゃん。こんな番目。必要がないんだから。まあ8番もね、あれほどね、あなたみたいな人をね、本当に不当な黒塗り、8番さんの大好きな、不当な黒塗りをしてる8番さんをね、あの村で置いてるにもかかわらずね、それでも票入れたんでしょ。じゃあ5番と8番がね、俺に票くらえばいいんだよ、君たちは。騎士すかすやつと、不当な黒塗りをして挙句の果てに俺を釣る。7、8かって追われても仕方がない投票してるんだが、霊能が5、7って言ったら7に行けばいいのね、簡単に。不思議で不思議で。だからいいんじゃないですか。もう6はね、わかんない。6も4もね、占い先行ってどこ占ってるのっていう、狼探す気ありますかって占いなんだけど、あのね、狼なわけないだろうっていう。もう、しょうがないんじゃない、もう、6も4も。困ったね。まあ、もういいんじゃない、6行って4番が5、8になったら。じゃない方。0じゃない方。たら、もう9、1番だったら勝てばいいんじゃない。しょうがないんじゃない、1番は俺に入れてないし、9番も俺に入れてないから。もう、しょうがないんじゃない、5番が俺裏になったらもう、それは信じにいられないよ。全プレイヤーの発言。
私はただの石。私はただの石。私はただの石。6番のプレイヤーが発言します。いや、まあこれやばいことに気づいてて、7と3、まあ3は確定役職なんだけど、7がもし白だった時に今日俺が釣られたらもう負けですね、これ。多分4進で見てる人多いんでしょうね。違う、占い詐欺が悪いんだと。占い師の占い師なのに、なんで占い詐欺で俺占ってんの？人狼が4を死んだと思って神に行ったとしても、4を偽と分かっていて、グレー神に行ったとしても、どの道負けちゃうんで、5番村だと思うんだけど、5番に行ってほしいですね。これやばいね。いやもうね、6番が悪いんだって、占い詐欺が。4番だっておかしいけど、なんで俺占ってんのっつ。これ俺の占う意味がわけわかんねえし、もう何、5番行くのこのぐらい嘘でしょ。5番に行ってほしい。だけど5番も何だろう、ね、なんかの人外だろ、これ。俺を死んでみるなら、もう6からね、騎士すかしたから、ね、騎士すかすは、白で置く人を占うわ。だからもう6が、これはもう6のせいだからしょうがないよ。いやいやこれ絶対 PP だから。4強の1級ローローじゃないの、これって。多分だけど。4強の1級ロールでしょ。だって1番だったら8番が騎士だっていうの。8番が何ふざけた守りしてんの。4番が死んで9死ローで5、6ローローって言ってんだけど、で1番視点って5番ってミスリードしてる人っつうか、6に行くしかないよ。しょうがないよ、だって。釣り位置に持っていこうとしてるって言ってるんだけど、1級の方がどうかしてるけど、1級の方がどうかしてるわ。1級はどうかしてるわ、確かに。めちゃくちゃ崩壊してるで、9番に言っとくけど、あなた4号ローローって初めに言ったからね。一番もなんかそれの言ってきてるわ、これ。とか言ってるけど。これ、1級ローローでしょ。つがよ、8番が9死で3番守ってないってことなの、これ。4死で9死ろってのもあると思うけど。さあ、もう、センサーがわけわかんないのは100ポイントっていいんだけど。1級ローローの4強でしょ。6番が守ってないって何考えてれば、こんな。どう守っとくあんの、他に。いや、占い師守ったんだったらいいけど、占い師終了しました。もう、これはね、6級いくよ。しょうがない。1級も怪しいけど。1級も怪しいけど、もう2、だから、占い師って占い先が大事なのに、一度だと思った人占いますって、もうわけわかんねえから、もう。うん、6が真の可能性もあるけど、もう占い先が悪いし、もう、騎士すかそうとしてるし。もう、しょうがないよ。黒く見られる要素満載だから、もう、追放されるプレイヤーは理由は述べた。うん、まあそうでしょう。6、7だって。陣営の勝利です。1級どっちか教師ね。1か。いやー、ちょっとやばいな、今のは。